一方その頃大丈夫、ハージもあるよ。フィーナを救出したところからスタートです。敵が荒いる軍のコーナー、バール将軍とその実施ミューレン大佐、そしてリーン中尉。曰く、ユグドラシル計画には最後の欠片が必要。遺跡にまつわる欠片ねえ。よもやジャスティンの持つ精霊石ではあるまいな。何にせよ、次なる目的地はドム遺跡そばの霧の樹海。これはまたジャスティンたちと鉢合わせしそうなタイミング。心してかかりましょ。目指すドム遺跡は町の南東、ランブル山脈を越えた先。まずはニューファームで準備タイム。へい親父、ホテルの食事頼むぜ。料理をパクパク食べる3人ですが、フィーナはどこかご不満な様子。にしてもやっぱり辛味、いつにも増して辛くない？リリーママの優しい味付けが恋しいぜ。ところがギッチョン、フィーナはさらに唐辛子を投入。てえ、真っ赤。新大陸育ちのフィーナは大の辛党。ピリ辛大好きガールだったのだ。これくらいがちょうどいいとは言いますが、旅の料理担当、二人に合わせて辛さ抜きにしてくれる。ほ、胃が荒れずに済みそうじゃん。食事を終えてクララの家を訪問。こちらにも結婚式の話が広まっており、旅の冒険家ジャスティンがフィーナと略奪婚、という状態に。そんな手紙パームに出したらリリーママがそっと押してまうわ。最後に拾ったマナエッグで魔法習得。今回はフィーナと数日属性を覚えさせましょ。初期魔法は美顔、全体仏棒アップで消費 MP1、上昇捨ては MP と攻撃力、フィーナの武器で鍛えられない部分を補えるわ4。準備万端、それでは南東、ランブルこっちじゃねえや。準備万端、それでは南東、ランブル山脈へ。伊賀鎌倉。ここがランブル山脈ね。新大陸の内陸に広がるランブル山脈。その南西側、一番踏破が簡単な部分を東へ横断。マップは西側、東側に分かれているので、西から登って東へ向かいましょ。コンパスの北を上に向ければ、右がゴールだな。うーお金お金。獲物がいたぜ。不思議鳥オフスオフス。極彩色の羽がセクシー。ヘロイン。不思議鳥は HP127 と初の3桁雑魚。高威力の羽手裏剣。操作不能にする混乱バネを用いる。行動前に集中攻撃。被害を最小限に抑えるのじゃ。体当たり1撃8ダメージ。結構いいダメージ出すじゃん、アゼルバイジャン。ゲージ速度もすこぶる速い。なかなか厄介な手合いよな。出たわね。混乱バネは一定時間操作不能。一応敵を攻撃してくれるので致命的ではありませんが。勝ったぜ。経験値22の24円。信頼の絆ドロップ。熟練度はジャスティン18。数14。フィーナ24。信頼の絆は戦闘アイテム。味方に使うと IP を増やして行動順を早める効果。何度でも使えて便利ですが、育成段階では使いませんね。終盤は、どうじゃろ？血のり終えたぞ。先制攻撃。桃尺取りオフスオフス。お前のことがこのエリアで一番嫌いなんだよ。防御はペラスジャスティン。フィーナなら一度で粉砕可能。その分極めて悪質な催眠ガスを噴射。燃やしちゃえ！52ダメージ。ムチの方がダメージ稼げそう。こやいかん。ガスを吹かせるな。スーアタック。睡眠ガスは発動で全体を眠らせ、攻撃を受けるまで復帰できない悲惨な状態。敵が多数いる状態で食らうと、昏睡、ダメージ、昏睡、とループするため対処が困難。アクションをチェキし、発動前に潰して差し上げろ。生きてる間に処理が進んで残り1体。このジャスティンさんで終わりだー。勝ったぜ。経験値36の80円。熟練度はジャスティン16、数十。フィーナ13。ああ、生き返るわ。数を薬草で回復。一度北に戻ってお金を回収。行き止まりだわ。ビシャーン。フィーナの無知レベルが7に到達。HPSP1、素早さにアップ。めでてー。素早さによる連打こそ正義。すくすく育ってちょうだいな。数の攻撃で尺取り C を粉砕。そのままジャスティン。フィーナと動いて囲んで叩け。勝ったぜ。よっしゃ、勝った。経験値36の80円。熟練度はジャスティン12、数16、
フィーナ12。うーお金お金。ラングル山脈の緑袋は60円。赤袋は180円。西側は全部で300円。いいじゃない。アイテムはすべて右側に転がっているので、ちょいと登って移動しましょ。ジャンピングタイム。勝ったぜ。経験値22の48円。熟練度はジャスティン18。スーナナ。フィーナ20。わーいレベルアップら。フィーナがレベル7に。めでてー。攻撃タイアップはうまじだフィーナの非属性レベル5に到達めでてーレベル1と2の MP1 ずつ素早さ1アップちなみに次の魔法習得はレベル9結構早いな無本ちょうど攻撃の移動で無知が当たらずラストアタックはスーに任せましょゴーゴー AAO だぜ経験値22の48円。熟練度はジャスティン12。スー21。フィーナ12。わーい60円ら。これでお金は回収完了。獲物がいたぜ。土のコブラオスオス。山道から引っ越してきたのかな今までで最多の5体グループ。さてどこから攻めるか。桃尺取りから始末した方がいいのですが、そこはそれ。熟練度も稼ぎたいので。一体巻き込んで34と50ダメージ。続いてジャスティン、使ってみるか。ショックウェーブ。一体を指定して攻撃。対象を中心に円範囲ダメージ。受けてみよう。敵は79ダメ、周囲に53、60、47ダメージ、いい必殺だー。SP30 と燃費が悪いので一発しか撃てませんが、たくさん敵がいるときはこれで稼ぐわよん。勝ったぜ。経験値36の68円。毒消し層ドロップ。熟練度はジャスティン23、スーナナ、フィーナ18。わーいレベルアップら。トレジャーを発見しました。ジャスティンがレベル8で素早さにアップ。拾ったのは攻撃するたびに SP 回復。イニシエのメダル。範囲技を覚え、普段は攻撃主体のジャスティンに渡し、素早さにアップの指輪は数にあげましょう。ジャスティンの刀剣レベル7に到達。めでてー。HPSP1、素早さにアップ。フィーナの素早さが41。横並びってわけ、スーちゃんは31、無知さえ装備できれば、AAOだぜ。経験値18の14円、熟練度はジャス研究、スー13、フィーナ8。フィーナに毒消し層を食べさせて進軍再開、残るアイテムは2つ。どちらもマップ右上、ゆるりと登っていきたまえ、アイテム前に獲物がいたぜ。巻き込み数の非属性がレベル3に到達めでてー MP レベル1とレベル3素早さ1アップ牛鳥をフィーナが粉砕残った土のコブラはジャスティンでアタック勝ったぜよっしゃ勝った経験値29の52円熟練度はジャスティン18数14フィーナ20トレジャーを発見しましたヒゲイの種をゲット食べると SP にアップ。誰にあげっかなやっぱり攻撃主体のジャスティンが王道ですかね。とりあえず預かり所にぶち込んでおきましょ。どっせー、やっせー。ちょろいぜ。ちょろいちょろい経験値18の42円。熟練度はジャスティン8、数12、フィーナ10。ここで装備変更タイム。ジャスティンにメダル、数にバッジ。ジャスティンの素早さが40に下がり、数は34にアップ。トレジャーを発見しました。わーいマナエッグラ。次はジャスティンに地属性か、フィーナに水属性ってとこでしょう。これにて西側の探索終了。東側に乗り込めー。わーい東ら。このフロアではこのポイントが一番標高が高い。魔物の姿も見えないので、
休憩していきましょ。フィーナの持ち込み点灯設営し、焚き火で手料理アウマージ。船の上ではごっこ遊びの少年扱い。ほんの数日で変わるもんだ。今では頼れる冒険リーダー。三日合わざれば活目。走り回ることには慣れっこ。この程度の山登り、遊びのうちにも入りやせんぜ。パームでもニューパームでもジャスティンは変わらず。してフィーナは？話を振られて慌てるフィーナ。幼い頃はいつも姉と一緒。ところが2年前、姉は突然ジュール財団施設部隊ガーライル軍に行くと言って家を出た。ほほう。ガーライル軍の女性といえば、リン・チュイと3人娘ですが、すかさずジャスティンは3人を否定。紹介状の恨み。ということは、リン・チュイがお姉さん。どちらも15歳。双子なのかしら。先輩冒険家のフィーナですが、アレントという名前は聞いたことがない。エンジュールガチ勢のジャスティンも同様。都市文明の街の名前ではないか？だが旧大陸はもちろん新大陸にもそんな遺跡はない。どの遺跡に手がかりがあればいいけどの。ちっちっち、わかってないな先輩よ。冒険者に不可能はない。前人未到ならば最初の一人になるだけのこと。そのために新大陸組んだりまで来たわけだからな。わはは。じゃ寝ましょ。すやすやブーブースピピスピー。ほわようごらいまーしゅ。今日はちょっち起きるまで時間かかったな。それにしても3人が眠れるテントにでっかい骨組み、どうやって運んでるんでしょ。いつでも一番早起きフィーナ先輩。1年長く生きてるだけあるぜ。ああ、説教されてーなー。冗談はさておいて、今日は朝から快晴。遠くを見てごらんなすってー。どこまでも続く霧にまみれた木々の群れ。あれこそが壁の門番。誰も帰らぬ霧の樹海。はい。すっごい広い。終わりが見えねえぜ。しかし世界の果てはどこにあるんじゃ？聞くところでは綺麗。まさか、三千と輝く朝日に浮き上がっている。あれ？漂う雲の領域に届かんとそびえる異様。地平を縦断するその壁こそが、世界の果て。よくよく目を凝らせば人工物らしき壁の先端。山より高く地平を覆う壁とは、たまげた。新大陸はあそこで終端。おそらく海すらもあの壁が阻んでいる。故に世界の果て。だがジャスティンはくじけない。壁がどうなっているか、樹海がどうなっているか、確かめにゃ。よし、テントを撤去。東へ進んで山脈を抜け、ドム遺跡へ。てなわけでまずはラングル山脈東部を攻略。敵の顔ぶれ変わらず、マナエッグも変わらず。重要アイテムのくせにノーヒントでそこらに落ちてるな。ヒントは物理が効かない敵には魔法を、でした。普通だな。獲物がいたぜ。不思議鳥オフスオフス。セーブポイントの近くにいたことを呪いな。フィーナは覚えたての土属性。離岸をしよう。全員の防御、高めて待つぜ。ジャスティンは不思議鳥を普通に攻撃。数を減らして一体にしたまえ。防御レベル1アップ。なんでに上がらないのよ。数のターン、覚えたての土属性。離岸をしよう。全員の防御、また高めて待つぜ。不思議鳥は羽手裏剣で応戦。大数ばっか狙うんじゃねえ行動が遅れるだろ。フィーナは覚えたての土属性。離岸をしよう。全員の防御、高めて待つぜ。これを MP が切れるまで繰り返すぜ。ダメージのない補助魔法。そして効率のいい全体技。シャー、名だ進化下流。土属性強化術。土属性、普通に育てると毎回スクルトで戦闘がぐだるからね。こうして一気に育てましょ。不思議鳥が一体になったのでジャスティンはガード。BGM も差し替えまして。もう最大レベル7まで上がってますが、気にせず強化続行。風の土レベルアップ。目標その1、ファイト習得。その力を見よ。かわいいぜ。メイスレベル8、火属性レベル3、地属性レベル2で覚える必殺、消費 SP16 で全体の火力アップ、花丸性能の補助技だー。しかも3属性の合成必殺であるため、手持ち武器、火、土すべての熟練度が欠けた人数分アップ、効能、効率、ともに最高性能、数を育てるなら覚えない手はない最強の花丸技だな。そしてフィーナが土属性レベル3、
裏銀習得。今回はこんなもんで許したり。終わったぜ。経験値22の48円。熟練度はジャスティン40、数207、フィーナ211。稼ぎすぎー。このまま続行するとジャスティンが悲しみを背負うので、続きはジャスティンが土。わーい60円ら。山脈西で拾ったマナエッグで覚えさせてもいいのですが、そっちはそっちで使う予定があるからね。仕方ないね。じゃ回復しまして。育成セーブもしたので進軍再開。アイテム探すぞーらーん。獲物がいたぜ。制圧ハーポンテン。栄養だぜ。経験値36の82円。熟練度はジャスティン20、数52、フィーナ14。応援ファイトの超効率稼ぎ。トレジャーを発見しました。栄養人参は HP40 回復。ブラックンもちゃんと食べて。ジャスティンの刀剣レベル8に到達。めでてぇ。HPSP1、素早さにアップ。熱いんだから。楽勝だぜ。経験値18の42円。熟練度はジャスティン8、数12、フィーナ10。わーい180円だ。ズバシュー。栄養だぜ。経験値29の66円。熟練度はジャスティン9、数18、フィーナ19。現在数の SP は31。16の応援ファイト1回。使うと15になるので。トレジャーを発見しました。イニシエのメダルを装備して、2回使用可能にするといい塩梅ですわね。攻撃、そんなバカな。じゃあ問答無用の睡眠ガス4、5、6ダメージ、全員昏睡。何たる攻撃と妨害一体の七面倒な必殺か。4体のモモシャットリが生存状態での昏睡スタート。これは普通に全滅もありえる。ヤバージ。とにかく数を減らせ。ジャスティン必殺ダブルブレイク。一撃粉砕。次はフィーナのターン。バーンで厄払うべし。あかん、倒しきれへん。地下も動いたせいで巻き込めず。ガスが来るぞー。うわーまひどく。チャージ中の尺取りに無知に連すべきであったか。無慈悲な睡眠連打がやってくる。お兄さん許して、パーティー壊れちゃう。撃たれ弱い数ばかり的確に攻撃しやがって、全然ゲージが右に進まねえ。どうせ倒せないのでバーンではなく、クリティカルによる行動阻害を狙うべきですが、唐突なピンチに対応できず、熟練度稼ぎは十分しただろ。いい加減にしろ。53ダメージで倒しきれず、とはいえ瀕死が2体、切り込めば総崩れ。ジャスティンは最も近い尺取り C を狙う。間に合うかダメだー。うわーまひどく。ついに数の HP が黄色ゾーンに突入。油断一瞬ケツコリ一生とはこのことか。うわーまひどく。ガスを放って一撃入れてまたガスを放つ。地獄のコンビネーション。ジャスティン残り HP6。だがついにガスが。切れた。最後に勝負を焦ったな。これ以上の蹂躙は許さんぞ。どっせー。やっせー。弱り切ったモモ尺取り2体粉砕。連携を分断してしまえばこちらのもんよ。死ねえ、モモ尺取りさん、死ねえ。危うかったぜ。経験値36の80円。熟練度はジャスティン12、数5、フィーナ12。これが、対処は確実に、一体ずつ刈り取る。改めてそう思う吉宗であった。楽勝だぜ。経験値22の48円。熟練度はジャスティン10、数12、フィーナ12。これで妨害技の恐ろしさが会場にいる皆様方にも分かってもらえたことでしょう。
技は出る前に潰す。ケツは掘られない。要チェキ。ビシー。こんなもんだぜ。こんなもんね。経験値18の14円。毒消し層ドロップ。熟練度はジャスティン4。数十に。フィーナ14。トレジャーを発見しました。最後のアイテム。マナエッグ回収。もうこんな危険地帯に用はねえぜ。だって、ジョロいぜ。経験値18の42円。熟練度はジャスティン8。数18。フィーナ5。いろいろありましたが無事ラングル山脈を突破。全滅しなくてよ。ここがドム遺跡。絵の道ね。縦看板には冒険者協会立ち入り禁ずの文字が。さてはガーライル軍からのお達しだな。ショートカット開通したので一旦。早速拾ったマナエッグで魔法習得。今回はジャスティンとフィーナに水属性。初期魔法は単体回復のケロマ。ジャスティンに地属性でもいいのですが、こっちの方が遺跡の稼ぎに向いてるからね。では再びドム遺跡へ。ここがドム遺跡。絵の道ね。縦看板には冒険者協会立ち入り禁ずの文字が。さてはガーライル軍からのお達しだな。ここからは北を上にではなく、北を左に、東を上にが分かりやすいコンパスポジション。わーい70円ら。獲物がいたぜ。木人オスオス。この森君たちしか出ないんすね。ジャスティンのターン。挨拶代わりの通常攻撃。何？一撃ゼロダメージ。非常に厚い外皮を持つ木人。植物特攻以外の物理は全く通らず。ならばこうだ。燃やしちゃえ！森林は燃やすに限る。熟練度稼ぎタイムだ。フィーナの火属性がレベル6に到達。めでてえ。MP レベル1と2が1ずつ。素早さ1アップ。続いて数の火属性がレベル4に到達。バンクレイム習得。MP レベル2が2。素早さ1アップ。最後はジャスティンの V スラッシュ。力技でダメージを通す。勝ったぜ。経験値51の80円。ジョルラの花ドロップ。熟練度はジャスティン4。数4。フィーナ8。ジョルラの花は MP 用。レベル1を3回復してくれます。なかなかうま味。回復アイテム3つ分を1枠に抑えられますからね。持ち物圧縮に使えることでしょう。わーい210。70円ら。ここの緑袋は70円。なぜか赤袋も70円。リマスターでも修正されてないやん。木人が金持ちなこともあって、集める意味が薄いよう。楽勝だぜ。これなら楽勝ね。経験値51の40円。熟練度はジャスティン0。数4。フィーナ12。素早さが低く3体まとまっているため、攻撃を受けることはないし燃やして殴る簡単なお仕事。コンパス位置をいつも通りにしたため、かえって場所の把握がしづらくなっていますね。ここはどこ？私は誰？獲物がいたぜ。どうせ稼ぐならいっそ派手にやってやるか。イカキング以来のあれを使うぜ。フィーナのターン。レベル2火属性。バンフレーム。モモシャク取りにも使えばよかったな。楽勝だぜ。これなら楽勝ね。経験値51の80円。熟練度はフィーナ9。1対3しかもらえないので、数に打たせた方が良さそうね。おとなしく北を左に向けて探索再開。まずは左上に行ってお金を回収。わーい70円だ。出口は森の右上。アイテムはマップ中央に転がっているので、中央へ移動。ビューポイント発見でん。やや下が森の中央なのでそちらへ。
宝箱があるわね。オス回収します。トレジャーを発見しました。ミラクルドリンクは MP 回復アイテム。味方全体全レベルの MP5 回復。すげえ効能だぜ。楽勝だぜ。経験値51の120円。熟練度は数十に。いいな6。わーい、レベルアップら。フィーナがレベル8に到達。めでてー。力にアップ。すくすく育て。トレジャーを発見しました。速攻の種は素早さ1アップ。力3に比べてケチンボねー。アイテム回収完了。では右上、次のエリアに行こうぜ。エッサ、ホイサ。森を抜けるとそこは遺跡の前には、サルト遺跡とは違い、地上に広がる堂々たる姿。周辺の木々はガーライル軍が根こそぎ伐採、兵士がいない今が調査のし時だな。第四次冒険、イザドム遺跡、といったところで今回は終了です。次回、遺跡探索。それでは皆さん、お達者でー。